今回はテンション上がる動画やで。なんでそんなテンション上がるん？今回は私がずっと求めてたキーボードが届いたんですよね。お、ついに自分で、提供ですね。はい、相変わらずの金なし。それじゃあその提供していただいたキーボード紹介していきますわ。ということで皆さんは何のキーボードだと思いますか？やっぱり今時は普通にクリエイター系、タイピングに適しているキーボードです。さっきから否定の速度尋常だな。そんなことないさ。皆さんはキーボードに軸があるのを知っていますよね。軸にもブランドがあり、軸にも種類があるんですよ。軸だけでも種類あるのが、私がキーボード嫌いな点の一つ。お前好きって言ってたやん。さすがツンデレですね。なんだお前。今まで私が使っていた軸は、茶軸や木軸や赤軸などいろいろな軸を使用しましたが、今まで触ってこなかったキーボード、それが静電容量無接点方式と言われるキーボードなんですよね。なんだなんだ、静電気防止方式、なんだその方式は。いやいや、静電容量無接点方式だよ。こちらの方式を説明すると24時間はかかるから、説明することは難しい。1日かかることを24時間かかるっていう人お前だけだよ。簡単に説明すると、名前の通り電極が接触しない無接点構造を採用されているキーボードです。キー押し込み電極同士が一定のレベルまで接近すると静電容量の変化を検知し、入力されたことを伝えるという仕組み。うん、 Google 説明普通に読んだろ。大正解。でもこんな感じの説明になります。つまり接点がないんですよ。なので赤軸などの軸というのはないと言った方が正しいかもしれないですが、メンブレンキーボードとはまた違う。メンブレンキーボード？メンブレンは軸がないキーボードだね。そして軸があるのがメカニカル、ちゃんと決まっていますからね。今回いただいたキーボードの方式は静電になっているので、押し心地がとんでもなく良いんですよ。ということで今回いただいたキーボードは NIZ 様という会社様のキーボード。その無接点なんとかって方式では有名な会社様になるのかよ。私的には有名になると思うけど、他にもいろんな会社様が無接点方式のキーボードを発売してますから。しかも他のブランドによって押し心地が違う。同じ無接点方式なのに。そうなんですよね。しかし今回提供していただいたのはアキーヨ様という様々な素晴らしい商品を発売している会社様になります。様々ってどんなものを？少し見ていくと、ドライブレコーダーや今回提供していただいたキーボード、家電製品などいろいろ購入することできますね。オンラインショップでパパッと使えるから、いつでも使いやすいかもな。 AKEYO 様ありがとうございます。ということで静電容量無接点方式の話をしていたら、何もしないで2分経ってしまいました。どんなゆっくり動画だよ。それでは紹介していきましょう。はじめは開封していきますよ。いや、映像ではもう始まってますが。うつ主せっかちだから開封してました。付属品としては有線接続用のケーブルと謎のバネなど、よくわからないものが入っていますね。これはその打鍵するときに関係するキーの重さを出してるバネなんじゃ。あ、マリサの考え方でいいと思う。大体10何個付属していましたね。多分だけど壊れたり重みが感じれなくなったとき使うことができる付属品だね。そんなところまで考えてんだ。こちらの袋に入っていました。そして次は替え用のキーキャップですね。今回提供していただいたキーボードはエスケープキーとエンターキーが赤と青のキャップが最初に装備されているので、色をつけないシンプルにしたい方には使えますね。私は色が少しあった方が好きなので、そのまま使用しております。こちらのキャップは PBT 素材となっているので、サラサラした触り心地のいいキャップ。キャップにまで素材があるんか。全部同じかと思ってたわ。キャップにはサラサラしている素材やツルツルしている素材など、キャップによってはデザインがありますから、キャップでも高いのは1万円ほどしますからね。キーボード1個買えちゃうやん。そのくらいキーボードは奥が深いんです。そして最後はこちらの付属品たち。キーキャップとリトキーキャップ。のちは何ですかねこれ。それこそ静電容量無接点方式のスイッチがあるんじゃないか。これは壊れた時の替え用なのかな。こちらはキーキャップ取りですね。スイッチは取れないやつですね。まあ他のキーボードにも使えるのでありがたい。そ、これこれ。なんだこのスイッチ本体みたいな。でもなんか出っ張りみたいなのついてるんだ。実際に使う用のスイッチなのか。でもキーホルダーみたいにつけることできそう。これ持っていけば友達に静電容量無接点方式の打鍵感を共有することが可能になる。これでキーボード信者を多くする。いやお前友達いないやん。そして次はまたスイッチ関連の付属品になっておりますね。この水色のやつはゴムになっておりまして、多分ですが取っても問題はないですが、取らないことをお勧めします。なんでとても問題ないの？多分なんですが、打鍵感に関するゴムかなと。こちらのゴムがあることで静かになったり、打鍵に少しだけ重みが出るんです。打鍵感が良くなったと感じる方も全然いると思われますね。これから使用できる付属品はとても嬉しいですね。本体が白でケーブルも白なの。私的に評価高い点なんだけど。確かに白の本体に黒のケーブルなえるもんね。ということでこちらが付属品一覧です。ということで付属品は一旦しまって、遅くなりましたが本体見ていきましょう。正直な話を言いますと、こちらのキーボードの打鍵感をずっとずっと待っていたんですよね。そんなにずっと待ってたのかよ。それなら自分で買えばいいのに。いや、買おうとしましたよ。でも財布にお金がなくて。それもあるけど提供だとお金かからないから、それ狙ってる面もあるだろ。マリサ口を慎みましょう。ということで本体とご対面ですね。あ、本体の前にこちらのプチプチ。小学生や中学生くらいの頃、永遠とプチっときたいと思っていた。確かにこの潰した時の感覚いいもんな。その気持ちは大変わかる。これキーボード並みに楽しい。結構楽しいな。それならまあ嘘なんですけれども。ということで本体見ていきましょう。いやあ可愛い。確かに赤と青は取らない方が私も好きかもしれないな。でもこの灰色のキャップも昔のキーボードを思い浮かばせる。レトロ感あるけど現代っぽいキーボード。
ード。マリサのくせにいいこと言うやん。なんかバカにされてた？いや可愛いキーボード。これで飯5杯は余裕でいけるね。このキー配置もめっちゃええな。このキー配置は三色団子さんも好きって。あ、確かにそんなことも言ってた。ここで三色団子様のリスナーって、バレちゃうの恥ずかしいですな。でも三色団子さんのおかげで、キーボードのこと好きになったんだろ。それはそうなんだよね。同じゆっくりとして見てたんだけど、いつの間にか好きになっていました。急な告白やめておくれ。とてもだけど見苦しすぎる。そんな悲しいこと言わないでおくれよ。こちらのキーボードについて詳細を話しますと、こちらのキーボードは水様のブランド、サイズにはこちらになりますね。このサイズ感はキーボード的にはどうなん？中くらいサイズって言ったところかな？これ以上大きいサイズのキーボードも、たくさんありますからね。同じ種類のキーボードで大きいサイズは？これ以上大きいサイズはありますね。大きいと値段は高くなるのかわかりませんが、後で見ていきましょうか。そして、重量は 1249g とされていますね。そこそこの重さですかね。重くも軽くもないキーボードです。そしてキーキャップは先ほど言った通り、PBT 素材となっておりますね。キャップカラーはピンク、グリーン、グレー、ホワイト。うん。ピンクはわかるんだけど、グリーンってなんだ？これに関しては青でしょ。強いて水色でしょ。これが緑色ってことはないでしょ。いや、公式ショップで緑って書かれてる。すみませんでした。こちらのスイッチの打鍵の重さは 35g となっておりますね。私的には軽い打鍵だと思いますね。私が以前使ってたのが 45g ほどのスイッチでしたので、使用感は軽いですね。45g から 35g は軽いな。キーは合計で99キーとなり、点キーもありますので完全に、クリエイターの方には使用しやすい、完璧なキーボードになっております。打鍵感も打鍵音も最高だしな。本当にこうやっていいキーボードを触ってると、学校のキーボードしょぼく感じちゃう。学校のキーボードに謝れ。耐久性のあるキャップキーボードになっております。こちらのキーボードでゲームもプレイしましたが、少しボート手を乗せてるだけでキースイッチが反応しちゃいますね。なので押したつもりのないキーが反応した。なので編集中などにダブルが永遠と打たれてた。そんなことは日常茶飯事ですね。そんなに反応性能いいんだな。めっちゃいいと思いますね。軸がない分カッチッとした打鍵感がないので、指の重心で反応しちゃいます。その反応の良さは静電ってのにも意味はあったりするのか。 35g の打鍵重量ってのも少々関係はあるんじゃないかなと。絶対にあるって断言はできませんが、関係してないことはないですね。なんといっても打鍵感、皆さんとても気になるかもしれないですが、それは購入ボタンを押したら味わえますよ。打鍵感と打鍵音は素晴らしいよな。この底辺チャンネルで信用ならなかったら、他のクリエイター様も使用動画出してるので、いくつも動画見て検討してくださいな。キースイッチはこちらになっておりますね。確かに見たことないスイッチだな。これは静電容量なんとか方式の専用スイッチなんだろうな。そしてここからは平行に見た視点ですね。見た視点って頭痛が痛いみたいな。確かに変な分かもしれん。このキーボードは高さ調整できるんか？高さ調整は2段階できるようになっており、私は段差をつけたいので、いつも2段目の高さに調整しております。一番使いやすい角度ですね。タイピングするなら2段目の角度でも、2段目にすると手首痛めるくないか。確かにリストレストは少し欲しくなる。皆さんの使いやすい角度でいいと思います。今回は打鍵音 ASMR あるのか。最後に ASMR しますのでお待ちを。今回のキーボードは普通のとは少し違う電気系のキーボードになっていましたが、打鍵感や打鍵音に関しては申し分ないくらい素晴らしかったです。編集中は常に使用しております。そんなにいいキーボードなら欲しいが、実際に触ってみないとわからないものですな。ということで、キーボードについては詳しくわかったかな。 ASMR の前に少しだけ水様の公式ショップ見ていきましょうかね。ということで見ていきましょうか。これがその提供していただいたキーボード？今回は公式様からの提供ではなく、アキーヨ様からの提供になりましたが、公式ショップ様、アキーヨ様どちらからでも購入可能になりますよ。なんですが、公式ショップになると海外配送なので、今回の提供していただいたアキーヨ様公式ショップからぜひご確認ください。確かにわざわざ海外配送してもらう必要ないからな。なんなら米ドルになるから日本円にすると公式ショップは少し高いかもしれないしな。公式ショップでは190ドルになっており、日本円にすると2月16日は2万5000円ほどの価格になっております。これはウプ主の財布的に買えんな。こんなお金持っておりませんので。でもなんだかんだで円安の150円意外と収まってはいるな。少し大ごとになって収まったね。これ以上上がらないと良いですが、私たちにはどうしようもできないので、とりあえずキーボード見ていきますか。こちら提供いただいたキーボードの大きい版になりますが、こちらの方が少しだけお値段が抑えられてますね。何の差なんだろうな。そしてこちらが今回のキーボードに採用されてる静電容量無接点方式のスイッチ。本当に良質なスイッチになっておりますね。みんな中国製とか言ってるけど、日本は中国に支えてもらってますから、そんなこと言ってられませんよ。なんなら中国の技術はすごいですから。ということで、ある程度見ていきましたので、続いて ASMR 行くとしましょうか。楽しみですな。ここからは ASMR の打鍵音だけになります。キーボードの打鍵音好きな方はぜひ最後までご視聴くださいな。私は最後まで聞くとするよ。
ということで打鍵音どうでしたでしょうか。いや、霊夢の声なんて聞きたくなくなるほど良い音になっておりましたね。少しディスられた感ありますが、私的にはとても良い打鍵感打鍵音になっておりました。それでは今回の動画は以上。こちらのキーボードを提供していただアキーヨ様、本当にありがとうございます。また提供あったら動画が上がる。大正解です。ということで最後までご視聴ありがとうございました。またのご視聴お待ちしております。